こんにちは、ヨッシーです。今回も雨対策用グッズの紹介をしたいと思います。やはり梅雨に入って以来雨がどうしても多いので、皆さん洋服に困る時期だと思います。そういう時にですね、あのゴアテックスのものとか雨に、まあ要するに雨に強いものというものはやはり需要が上がるところだと思うんですが、どういうものを着てらっしゃいますか？例えば僕は、まあ、アクロニウムとかすごい好きなんで、アクロニウムとかあのエロルゾンがやってた ACG とか好きなんですけど、以前の動画でも言ったんですが、割と高額なので、あの防水で作られてるのに雨の日に なんか着にくいみたいなのあるんですよ。多分アクロニウム持ってる人なら分かると思うんですけど、20万超えとか30万ぐらいするやつを嵐の中着るってなかなか度胸いりますよね。劣化したらどうしようみたいな。まあそもそも防水とか撥水って永遠のものではないので、徐々に劣化していきますから、それに関してもちょっと不安が残るから、割とカラッとした日に防水のやつ着るみたいな、ちょっと変な状況起きてるんですよ。なので、あのガシガシ使えるゴアテックスっていうのを紹介したいと思います。これです。これですね。何これってなるじゃないですか。これはですね、アメリカ軍のエクワックスパーカーというものです。軍物ですね。要するに軍物なんですよ。そしてこれの何が優れてるかというと、まあ全部ゴアテックスなので水は全然入ってこないので、嵐でも雨でもいけます。そしてやっぱ軍物の作りがでかいので、この辺とかですね、アームホールに余裕がありますんで、割と大きい服着てても、まあそれは選ぶサイズによりますが、余裕が出ることが多いです。そして何よりこのポケットの数っすね。もうバッグがいらないのレベル達してるんですよ。このここの両サイドのポケットがすでに、この Kindle とかも余裕で入るし、もうなんかバッグ2個持ってるぐらいの容量なんですね。ここがむちゃくちゃ入ります。ここだけでも十分なんですが、さらに両腕のここにもポッケがありまして、まあ小さなものなら入ります。同じサイズのものがこっちにもついております。そして前フロントジッパーのところは両サイドこういう風になってまして、こうパタッパタッと感じで畳めちゃうんですよね。まあ何のためにかというと、まあジップのところから、やはりあのフロントジップはビスロンでできていて、水普通に入ってきますんで、縫い目もありますから、こうパタッパタッとこう倒すことでゴアテックスをこう重ねることによって防水を完璧にするっていうような作りになっています。そしてこのジップの横、ここにもさらにポケットがあるんですよ。ここむちゃくちゃでかい。もう何でも入る。もう Kindle、もうなんか例えようとすると Kindle になっちゃうんで申し訳ないです。Kindle がポーン入りますよね。そしてあのペーパーホワイトも入りますよね。ちょっと Amazon の回し物みたいですけど、もうなんならこういう傘っすね。以前動画で紹介したモンベルのめっちゃ好きな傘っすね。もうこれも全然入りますね。で、こんなに入れてもあんまりわかんないっていう。素晴らしい収納力です。マジでこれはバッグがいらない。あの男の荷物ならとかそういう問題じゃなくてですね、大体の場合でバッグがいらないになります。収納力が尋常じゃないです。だってこう傘、タブレットって感じで、まあもっと入りますね。まあ、別にそんな入れなくてもいいんですけど、それがさらにこっち側にも同じ容量のものがありますんで、めちゃくちゃ入れます。まあ入れれば入れるほど当たり前ですが、重くなりますんでちょっとあれなんですけど、そしてジップにも引き手が最初からやはりついてますんで、こういう風に開けるのも非常に容易です。そして脇下にはですね、ジップがついてまして、通気性というか、まあ暑いなと思った時にここを開けると涼しくなるみたいなのがついてます。
かがだったでしょうか。本日は、米アメリカ軍のゴアテックスパーカー、エクワックスパーカーを紹介させていただきました。こちらはですね、もういろんなブランドがサンプリングしているものになります。まあ軍物のサンプリングっていうのは非常に多いんですけれども、いろんなブランドがサンプリングするってことはやはり優れたデザインで完成されたデザインってことだと思うんですよね。まあフードもついてますんで、あの傘がなくてもここさえもうかぶっちゃえばもう全然雨降ってきたって大丈夫です。かなりやっぱり物としても優れていますし、見つけたら見つけたでそこまで高額でもないと思いますんで、軍物はやはりおすすめでございます。雨の日に最適なジャケット、悪天候時に最適なジャケットの紹介でした。ご視聴いただいてありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。インスタや、ツイッターもやってますの でそちらも合わせてよろしくお願いいたします。動画続けていくモチベーションになりますんで、コメントとかいただけると非常に嬉しいです。今日も見ていただいてありがとうございました。